コーヒトシハンは大韓民国大田広域市出身のサッカー選手。ロシアサッカープレミアリーグ FC ロビン火山所属。ポジションは MF。2015年シーズンに地元の大田市チズンでプロデビュー。5月30日のホコスティーラース戦でプロ初ゴールを決め、チーム史上最年少ゴール選手として名を刻み、以降は中心選手として活躍。 2019年1月31日、メジャーリーグサッカーのバンクーバーホワイトキャップスと特待制度導入の延長オプション付き3年契約を締結。AFC アジアカップ2019を経てチームに合流し、3月2日のミネソタユナイテッド FC 戦で MLS デビュー。4月17日のロサンゼルス FC 戦で移籍後初ゴールを決めた。 2020年8月14日、FC ルビン火山と3年契約を締結した。2018FIFA ワールドカップ後のパウロベント体制に入り韓国代表に招集され、2018年アジア競技大会では決勝で日本を下し優勝に貢献。しかし、AFC アジアカップ2019では準々決勝で優勝したカタールに0の1で敗れた。 E-1、e、サッカー選手権2019では、韓国代表の優勝により、男子の大会 MVP を受賞した。ありがとうございます。